皆さん、お久しぶりです。法学部3回生の新井です。先週から、コロナウイルスの影響もありまして、パーソナリティ交代制&毎週更新でお届けをしております。先週は、長尾くんがパーソナリティを務めてくれましたので、今週は私、新井の番ということで、どうぞよろしくお願いいたします。あとそうです。気づいた方いらっしゃるかもしれないんですけど、YouTube のね、サムネもね、実は変えたっていう。まあ別に大した変化じゃないんですけど。皆さん何してました？今週、僕はそうですね。まあ結構忙しかったんですよ。まあ、デトロイトの方でね、人類とね、アンドロイドの戦いをね、見届けたり、あとそうですね、大正時代のね、帝国歌劇団の団長として、隊長としてね、帝都でコーマとか、あとは上海歌劇団とかね、他の国の歌劇団と戦ったり、あとはそうですね、戦国時代の、にタイムスリップをちょっとしまして、大友総理としてね、自分が大友総理として、まあ、武田とかね、南部家と戦ったり、あとそうですね、何にしましたかね。あ、ちょっと前までとある島のね、島民代表とかもやってたんですけど、皆さん、ね、島の名前何にしましたか？あれ、島の名前を自分で決めれるじゃないですか。あれ、なんとか島とか、なんとか島とか、なんとか島とか、最後の一文字が固定で、その上の部分を決めるっていう感じなんですけど、僕、最初岡山市北区津って入れて、岡山市北区津島っていう大学のあるところにしようかなと思ったんですけど、ちょっとなんか自分の大学バレるの恥ずかしいなと思って結局やめましたね。はい、別の名前にしました。愛知県津島っていうんですけど、はい。あとはそうですね、ちょっと前まであれでしたね、プロスピーエースっていうね、野球のアプリでダルビッシュ投手のおかげでイスラム契約書をもらいましたね。僕鈴木誠也と山岡と、あと誰だったかな、青木が出たんですよね。よくないですか？普通にいいですよね。鈴木誠也と山岡当たりでしたね。すいません、全部ゲームです。まあなんだかんだでこの自粛生活を満喫しております。それでは参りましょう。岡大放送文化部プレゼンツ、ラジオ、沈黙は銀。はい、で、今週のテーマが、新入生に次ぐというテーマでございまして、まあ新入生の方からね、お悩みをいただいたり、あとはまあね、その上階生から新入生に対してね、アドバイスを送ったりという、そういう企画でした。ありがたいことにお便りをたくさんいただきました。ありがとうございます。まあいろいろいただきましたね。ピンからキリまで。いやまあ、ラジオのお便りってまあそういうもんだと思うんですけど。いやまあ、明らかにね、言えない下ネタを送ってくる、ね、なかなかの勇者たちもいて、まあ、それで人たちはまあ読まないんですけど、早速では、行きましょうか。ラジオネーム、壁掛け武家さん。食堂の食券機が50円玉しか入れられない。そうなんですよね。そうなんですよ。はい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 。岡大ね、食堂、まあ、食券機ね。50円玉しか入らないです、実は。新入生の皆さん知らなかったかもしれないですけど。だから我々ね、もう2回、3回生とかなると、まあ1万円札を、まあコンビニとかで、チロルチョコとかうまい棒とか買って、まあ、店員さんにね、お釣りを全部50円玉でくださいって言って、50円玉をずっとストックしてるんですけど。だから1回生の皆さんもね、今後、自粛が解除されまして、食堂行くときはぜひね、1万円札を崩した状態でね、50円玉に崩した状態でね、食堂に行ってもらいたいと思っております。はい、全部嘘ですけど。
まず、そもそも食堂に多分食券機がないですから。はい。ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム、セラミック男爵さん。友達より NHK の方がよく遊びに来る。はいはいはい。で、そしてね、あと、もう一つ、ラジオネーム、ナナシさん。この方多分名前がなかったんで。引っ越し後に話しかけられた記憶がスーパーの店員と NHK だけ。まあ、たったね、10通しかないお便りの中ですら、ボケが被ってしまうという、なんとも言えない感じでございます。ありがとうございます。NHK にやっぱ恨みでもあるんですかね、皆さん。僕は全然そんなことないですけどね、はい。全然違いますからね、僕は全くないですから。NHK 杯っていう大会にね、出てる部活の番組でそういうこと言うのはね、やめていただきたいですね。ありがとうございます。ラジオネーム、ムジナさん。バナナがおやつに入るかどうか。はい、ありがとうございます。ラジオネーム、マッツンさん。友達が皆無。まあ、これ別に新入生に限った話じゃないですからね。別に2回生、3回生でも友達いない人はいますから、やっぱり。はい。まあそういう人はね、まあそういう人はそういう人なりに多分、まあ自分もまあそんな多い方じゃないですけど、なんとなく楽しんでやっていきますから、それはそれで。あ、ぜひね、まあでも友達が作りたいなって方は、自粛が明けましたら、放送文化部に入部してもろてって感じですからね。ぜひね、友達になりましょう。続きまして、ラジオネーム、頭でこぼこさん。コナン君とやけに目が合う。はい。なんだろう、背が低いってことなんですか？ちょっとよくわかんねえな。あ、やけに目が合う。まあ、背が低いってことなんですかね。あ、あれか、これ頭でこぼこってもしかしてあれですか？ラン姉ちゃんのことですかね。バカにしてるんですかね、ラン姉ちゃんを。知らないですね、僕、ちょっと。コナンをバカにする人はちょっと僕、友達になれないですね。ごめんなさい。すいませんでした。続きまして、ラジオネーム、大井戸の大学生。全国の大学生が、長尾キュンに会いたくても、岡山にいないと会えない問題。あー、そうですね。この沈黙は銀のパーソナリティを務めてくれている長尾くんは今岡山にいますから。長尾くんに会うためにやっぱ岡山に来てくれないと会えないですね。いや僕もちょっと、ね、今、実家の方にね、帰っているもんで、広島の方に帰っているもんで、ちょ長尾くんに会えないのがほんと寂しいですね、もう。やっぱ長尾くん、面白いですからね。素晴らしい人間ですから、僕も早く長尾くんに会いたくてたまんないです。まあ、こんな感じで。で、ここまでが、まあ、割とどうでもいいお便りでした。で、最後の一通。これがね、やっと、ちゃんとしたお便りなんです。で、いきますね。ラジオネーム、ゴリーランダーさん。荒井さん、名護さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらってます。ありがとうございます。次回のテーマ、まあ、今回ですね。今回のテーマが、新入生のお悩みアドバイスということで、今年大学に入学した私のお悩みにアドバイスをしていただけたらと思います。はい、なるほど。私には年下の彼氏がいて、今は私も地元にいるので会えているのですが、2学期からは遠距離になってしまいます。寂しくてたまりません。とのことです。遠距離恋愛のお悩みですね。なるほど。まあ、やっぱり、遠距離恋愛だと、コミュニケーションがどうしても取りづらくなりますからね。まあ、かくいう私も遠距離恋愛の経験が、まあ、ないように見せかけて、まあ、実はあるんですけれども、僕らは今コミュニケーション不足が原因で別れましたね。だからやっぱ寂しさを紛らわせるためにはコミュニケーションを取ることが大切なんじゃないですかね。長期休暇とか、なったら、相手の子をね、岡山に呼んだり、まあ、自分が地元に帰ったりして、実際会えばいいんじゃないですかね。まあ、でもちょっと今の時期は難しそうですよね。コロナウイルスの影響で、どこまでそういったことができるかわかんないですけど。だから、今の間は、SNS とかでね、コミュニケーションを取るしかないんじゃないですかね。
まあ今の時代ね、いろいろありますしね。LINE やら、Twitter やら、インスタやら。それこそ今、Zoom もだいぶ普及しましたもんね。Zoom だったら顔を見ながら、相手の顔を見ながら、おしゃべりできますしね。あとはそうですね。なんだろう。まあゲームとかね、しながらでも、全然、コミュニケーション取れますからね。動物の森でね、相手の島に行ったり、こっちの島にね、相手呼んだりして。あとはまあ、そうですね。ボイスチャット繋ぎながら、Apex とか、フォートナイトとかしたり。まあちょっと、デトロイトビカムヒューマンとかね、桜大戦とか、信長の野望とかはちょっと一人用なんで、それだとちょっとね、コミュニケーション取るの難しいかもしれないですけど、まあパワープロとかね、そうだ、アプリのプロスピエースとかはね、リアルタイム対戦がありますからね。プロスピエースとかあれですかね、対戦中にスタンプみたいなの押せますから。ここから本気出すみたいな。やられたみたいな、そういう系のスタンプとかありますから。ああいうのでね、ぜひコミュニケーションを取ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。すいません。ここまで一人で喋ってきたんですけど、なかなか難しいですね、一人喋りというのは。やっぱりこの番組には長尾くんの力が必要ですね。早くちょっと二人でまた番組やりたいです。では、次週のテーマを発表させていただきます。次週のテーマは、テスト習慣の過ごし方を知りたいです。まあ現在岡山大学、オンラインでの授業ということですが、一応1学期末が近づいてきておりまして、まあレポートなりなんなりで成績評価がなされるわけなんですが、まあ、テスト週間をねどういう風に過ごしているのかをね皆さんから募集したいと思います。1回生の皆さんはねぜひ上階生の方からねいいアドバイスがもらえるかもしれませんので参考にしていただければと思います。次週は6月5日の金曜日の更新予定です。パーソナリティは長尾くんが務めてくれます。ぜひお楽しみにしていてください。以上、お相手は3回生の新井でした。皆さんはゲームはほどほどに、課題もちゃんと終わらせてください。